ちょっと時間もね、ちょっとあれなんで、一回、ちょっと、オールスター、ちょっと一回行っていいですかちょっと。オールスター。ちょっとごめんなさいです。今参加していただいたね。方たち、申し訳ないです。あのー、村井豊さん、ノンデリラさん、コウセイチさん。あ、いらっしゃいます。ノンデリラさん。えー、ちょっとそしたら、は、浜玄華さんか。あ、浜玄華さん。浜玄華さんいいな。 無名、あ、無名の漫画さん。ご無,無名。でもこれだとな。じゃオーオッケーえー、布団じゃん。フェルンの下着姿たわーなパイパイと、むっちりな尻。まあ、ここっすよね。こっからっすよね。うーん。さあ、シラスペンドラゴンさん。やだ <laughs> やだやだー。あー、ちょっと、お、大きくするわ。あー。 いや、いいわ。ふ、ふわっとして。うん、タワーなパイパイとむっちりなシリーさあ、タコトロ。デカパイロングヘア女 <laughs> かわいい系白い水着。やっぱフェルンってなかなかリレーできねえんだよななん、フェルンってリレー繋がんねえんだよなこれ多分色塗んねえと繋がんねえんだよなかなかな。これさあいや、でもこれはこれでいいこれはこれでいいこれは、 これでいいえいえうせ生さん。あやつじ爆入しろビキニ。おどんどん変えろ、どんどん変えよう。どんどん変えてっていい。さあ、シニスターミーサーさん。やだいいパイパイの形がやばいな、これ、マジで。これパイパイの形が。これ真似できねえよ。どうして書くんだ、これ。 は浜さんフェルン水着フェルンに裏返ったわ綾辻さんからフェルンに裏返ったわやだちょっとフェルン水着ちょっとフェルン水着村井豊さんはいはい紫髪のマイクロビキニの女の子もうちょっとおっぱい大きくならないかな <laughs> これ村井豊さんのね俺好きなところがねこのこうやってね <laughs> いいろろこの絵に対する表現を文章でねより豊かにしてくれるんだよな、もうちょっとおっぱいは大きくならないかな。さあ、のんでりゃさん。待って、もうフェルンじゃん。あれなんかもうでリアさん、紫髪ってやったらもうフェルンにしてくれてるわ。戻ったわ。フェルンの下着姿、タワーなパイパイ、むっちりな尻。 98ポイント表情がいいわ。表情がいいわ、マジで。次行きましょう。あの、ごめんなさい、ちょっと、どなたか、あの、アルバム保存していただけると僕の思い出にしたいです。シラスペンドラゴンさん。あなたの思うかっこいい布団ちゃんをどうぞ。あら、いいんですかあーさん。 ああなるほど。そこ、俺、けっきりあれだわ。頭がペルになってたわ。うん。おおクソかっけえや、これ。おシニスター・ミニスタさん。おおでももう、でも似てるぞ。お似てるぞ、これ。これしかも、裏がこうやって黄色くしてるのが、やっぱペルって感じがいいわ。おぉ、いいぞ。ネクタイを締めて、キメ顔なマッツ。飲んでるやつ、お願いします。

なんか、嬉しいな、みんなに書いてもらって。なんか、嬉しいわ、あ,あさあ、ムメルモさん。ビシッと、スーツで決めた布団ちゃん。配信でつけてるカチューシャのせいで台無しになっていますよ。<laughs> 台無しになってます。さあ、こうせいさん。おー。<laughs> お前つまんな、アドリブ、犬飼うな。ホリゲホリだ、やれ。なんだ、なんちゃらって言われてるわ、あ,あすごいな、マジで。ああ これ、俺どうも、カチューシャ、俺こんなカチューシャはつけてないんだけども、多分、このことなんだろうけどね。うん。おー、いいなこれ。いや、マジでこ、これ、あーさんすごいなこれ、しかし。嬉しいわ、皆さん、これ、俺書いてくれて。次行きましょう。あーさん。ピアスまみれの清警備少女どういうことだちょっとっこれ、村井豊さん、裁けるのか、これ。裁けるのか。 やだ、いい。<laughs> やだ。<laughs> 待って。村井さん、この耳、いい。これ、いいわ。ああこれ、いいわ。耳のまず形。うん、れここ、ここだけなんか欲しいわ。これ、シラスペンドロゴさん。ピアスバチバチに開けてる、女子高生、ブレザー下ピもあるよ。ノンデリアさん。 やだ、ここでこうなったんだ。ここでこうなったんだ。さあ、高太郎。いや、ここち、俺これ見てないぞ。待って、違うぞ。違うわ、違う違う違う。しかし、高太郎。あ、ジュリ、こうなってんだな、神な。だって、俺、こう生札見たんだ。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。これだわ。 着んじゃす <laughs> やっぱりピアスが鍵だったんだな、これな。めロマンガさん。<laughs> おいい。オイルみたいのがあって、いい。シニスターミニスタさん。ジュリがおっぱい露出。ジュリがおっぱい露出 <laughs> ハマーゲンゲさん。やべえ、これ、どんどん、あれだわ。これ、本当に、宝物、ああ、いいわ、これああ。最高だわ、これ、ハマーゲンゲさん、これ。 最高控えめに言って、最高お宅に優しいエロギャル、誘惑エロい目巨流金髪胸元ほくろ、見える場合ロング白ギャルか黒ギャルかはお任せし。<laughs> さあ、シニスタミスさん、もうあのー、もうあれですね、お願いですね、これね。おー、いいっすね、いいっすね。もうこの二人きりの空間じゃないと見れない構図でございます。侍とよさん。 寝転んでる胸がはだけた女のコパイのほくろと目元のほくろがいいほくろがいい浜マゲさん <laughs> やだ <laughs> 何もうほんと色色塗る色,色塗るともういいな俺もちょっとちょっとまずいよもうみんな我慢できないよシラスペンドラゴンさんベッドに 仰向けで寝ていて、挑発的な表情をする茶髪の女性。彼シャツで、ピンクの下着胸にほくろあります。うわ、彼シャツとは気づかなかった。彼シャツ気づかなかった。彼シャツだわ。タコ太郎 <laughs> いいね。いい、ね。やっぱお前の格上はやっぱなんか、いいわ。なんか妖艶だわ、なんか。うん。妖艶で。うん。いいな このほくろがちゃんとあるとさあさあエアリスっぽいちょっと飲んでみなさんエアリスっぽいってなってしまいました同じやす。トゥ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  トゥトゥワトゥトゥワトゥトゥワトゥトゥトゥワブリーチの松本乱菊が学校の保健室でセックスを誘ってる。漫字会、中田氏なるほど。ここでそうなったんだ。確かに松本乱菊。ああ、とじゃん。 頑張って書きました。でも、中出しまでわかんなかったよ。くそ。このメンツで書くと、俺の、俺結構これだけで見たら、ああ、なんとか頑張ったなと思ったんだけど、ちょっときちいな、これ。うん、ポケモン BW2 の女主人公の水着。ポケモン BW2、女主人公の水着。っていうことは、おー。おー。 手がいいわ。この、この、中指と薬指をくっつけて、こうやってパってやってんのがいいわ。あサムメイさん。海辺で、目と水の掛け合い、腰管視点。いいね。いいよ、いいよ、いいよ。サタコ郎 <laughs> <laughs> おめえかおめえかな <laughs> なるほどなるほど <laughs> そっちかそっちか トトロの名の海水浴。そっちかそっちだったかそっちか俺も一生懸命名書いたわなるほどなるほどさあ村井さん。トトロの名海水浴、ジポは NG。ジポは NG ですよ。小水さん。おー!これは、これでいいなぁ。これはこれでいいなこれはこれでいい かわいいわ、ハマゲンさん。砂浜でカニを捕まえようとするメイちゃん、トトロ。さあ、シラスペンドラゴさん。ああ、かわいい。シラスさんの絵のタッチまた、みんな、ま、もちろんさ、あの、味があって、味がってその、その人、その人ごとに違っていいんだけど、ね。まあ、飲んでんやさんはこうね、いつものこの、むっちりドスケベボディで。タコ太郎は、何なんだろうな。これ何て言えばいいんだろうな。 劇がタッチとはまた違うんだけど、そういうのが得意なやつだから、影の感じとかすごくうまくてさ。ふとんちゃん、<laughs> 質素だなぁ。俺でも、結構うまくなってきたと思うんだけどな俺。うん。ノンデレさんー衣装自由さあ、ノンデレさんは、ジュリーをご消耗です。おー。いいね。 背中、この尾低骨のこの筋。そして、樹里が着そうな、やっぱこういうね、ね、まあ。ティーバックではないが。うん。ビキニさあ、ビキニ樹里。とんじゃん、俺頑張って書いた気がする。<laughs> でも頑張って書いたんだ。<laughs> ああ、頑張って書いたんだぜ。さあ、村井豊さん。樹クロブラアウトフィットさんのパジャマ脱いだらこうやろうな。<laughs> w。スト、ストローク詳しいな。 村井さんさあ、シラスベン、ペ、えー、シラスペンドラゴンさん。おー、ムワーがいい。ムれムれハンジリスポブラ少し恥ずかしそう。い <laughs> やのね、無名の漫画家さんのね、回答はね、いつもこんな感じなんだよ。なんか、俺に近いんだよな。なんとか、えちえチアーダコード、アヘガオード、なんちゃらピースみたいな感じのさ。さあ、ハワマゲンゲさん。おー。 蒸れてるで、ね、蒸れてるぞいいぞー。たことろ。アレコスってなんだあれアレコスアレコスってなんだあーさもいいぞこれ。なんかスポーツドリンク飲んでるわ。アレンジコスかあ、なるほどね。アレンジコスかいや、これジュリーはみんなこうね、これいいよな、みんなな。 これ。この、脊中起立筋の筋。これいいんだよな、脊中起立筋の筋が。浜玄月さん。ュリちゃんお願いします。ジュリちゃんお願いします。<laughs> みんな樹里ちゃん。<laughs> この2024年、みんなジュリちゃんに興奮してるね。お。お前、タコ太郎。かっ、かっこいい絵なんだよな、ほんと。うん。さあ、昴生さん。 めちゃくちゃかっこいい樹里。s a ん撃つときの目が光るシーン。おー、さあ、さん。キネルってやつだろ、確か。さあ、シミスターマイスタさん。かっこいいね。しゃがむ樹里。しゃがむ樹里。リ <laughs> <laughs> SA 撃つときなんだけど、しゃがむ樹里。さあ、村井徳さん。やだー。上から見る樹里ちゃんもまたいいわ。 ああ。この、この、八重場がいい。試合に勝ったけどなんだか不機嫌そうな樹里ちゃん。ちょっと待って、俺締めるの嫌だぞ、これ。これ、もう一個あるよ、多分な。<laughs> これ、新しいターンになんないで。お願いだから。よかった。シラスペンドラゴンさん。樹里が、竜松本を倒して、ムッとしているよう。さあ、エロ漫画家さん。やだ。 な、な、なにこの風呂上がり、これ。あ、違うわ。違うわ。これ、あれだわ。真空。これ、多分おそらくだけど、これ、おそらくな、波動で、波動だわ。うん。波動がベタついてるわ。なんだ、この波動、つって。タコ太郎。松坂先生バニー最初の俺が <laughs> これ、分かった。多分タコ太郎、俺と同い年だ、きっと。これ、多分 タコ太郎お前多分38だろ今年で38か9だろ今年で多分んねあのー、ポケモンのメイちゃんはトトロのメイちゃんね天甘のリホコはニンクのリホコそしてお前の <laughs> 松坂先生バニーでもそれもいいちょっと俺ここまでしか時間がなかったんだよな松坂先生バニーこれ気づいてくれたらいいな結構この髪の毛で松坂先生って わかってくれたらなって思うんだけど。七子お姉さんのバニー姿うわー七子お姉さんか、そっちになったか。これでもなんか、あれしたいか、伝言ゲームになんないか。今、七子お姉さんってやるとなんかいろいろ勘違いするかもしれない、今。うん。七子お姉さんは今ちょっと勘違いする季節だわ。やだーやだーやだ、いい。めっちゃいいわ。 めちゃくちゃなんかドンピシャなんだがめっちゃいいわノンデリさんクレヨンしんちゃんの女キャラがバニーコスさあ無名ロマンガさんこれ松坂先生に戻ったんじゃねこれ多分松坂先生に戻ったくさくないでコウさんクレシンの七子お兄さんが <laughs> バニースーツ着てる <laughs> みんなんあまり胸が大きくないのは解釈一致。ああ、どうしよう。<laughs> 知らねえよ <laughs>。知らねえ <laughs>。<laughs> なるほど、なるほど、なるほど。ああ、7個姉さんは、あのー、なるほどね。まあ、きっとおそらくそんなにバスト大きい方じゃないなっていうような評価が多いんですね。まあ、なるほど。やだ。このさ、帽子球と、 この小子球がいいな。この対立するとこってなるやつ。この、これいいわ、すごく。この母子球と小子球。これ、解剖学を理解しないとなかなかここまで書けないぞ、これ。ああさん。さあ、シニスターミニスターさん。やだ。<laughs> やだ。<laughs> ちょっと俺もう、辛抱たまらんよみんな。辛の棒が。辛抱がたまらん。辛抱が。なんでこんなに短時間に書けるかっつったら、それはさ、まあ日々書いてるし、書いてる量がもう人より違うんだろうが、ちょっと、凄すぎるな、マジで。うん。2、3分ですからね、これ。ほんと。 いやーすごいわマジでちょっと個人的にこのあのね村井亮さんのこの七子お姉さんのバニー姿がめっちゃいいわこんなク苦シンもあったらいいなって、うん、ここまでむっちり書いてないからな多分ク苦しンでここまでさ上腕と前腕のこのしなやかな曲線は多分書いてないと思うんだけどでも顔は七子お姉さんなんだよなうん